皆さんこんにちは、フェザーフォーム代表の千田でございます。今日もですね、 YouTube の動画を撮っているところではありますが、ちょっとあんまり面白くないかもしれないけど、今日真面目スタイルなんでしょ？今日結構おふざけスタイルです。おふざけスタイルかい？はい、まあフェザーフォームの代表としていろいろ日々お客様にね支えられてはおりますけども、私のこう考え方とかね、価値観を知ってもらうための動画ということで撮っていきましょう。はい、千田さんって住宅業界に入られて何年ぐらい経つんですか？はい、私前職が土屋ホームというハウスメーカーにいたんですけど、19歳の時にスキージャンプ選手で入社して。そうなんですね。そうで2年間でクビになり、はいはい、まあ、そこから営業マンになったっていう経緯なので、まあ、約15年ぐらい15年、住宅のお仕事に携わってるっていう感じかな。相当そしたらいっぱい、うん、いろんなお客様と住宅作りしてきたわけですよね。うん、そうですね、まあ、自分担当以外、まあ、自分の支店とかね、はい、エリアの責任者をやっていたので、合わせたらもう何千件とね、触らせていただいたかなと思います。こういろんなお客様と一緒に家作ってきたと思うんですけど、うん、そんな人が一番最初に出会ったお客様で、はいはいはい、どんなお客様と出会って、うんうん、どういう住宅作りをしてきたのかなってすごい気になってて、はいはいはい、そこの部分をちょっと今日聞けたらなと思ってます。面白いね、はい、それはね、多分こう見てる方とか、これからお家を建てる方にとっても面白いし、住宅会社で同じ仕事をしている人にとっても気になる話かなとも思うので、うん、ちょっとしていきたいと思います。まず私の第一投目のお客様は大親友なんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。だからまあ親友の話はね、これちょっと置いといて、自分が営業マンとして初受注になった話を今日していきたいなと思います。まずですね、そのお客様との出会いはなんと飛び込み営業なんですよ。マジですか？今でも忘れないけれども、夕方の6時半かね7時ぐらい、はい、チラシを持ってピンポーンと、こんばんはって、住宅会社の土屋ホームの千田と言います。この地域をちょっと担当になったものですから、ご挨拶回りで寄らせてもらいましたと。知らながらって多分思うんだよ普通で。でもその方は開けてくれた。で奥さんが出てきてくれて、ちょっとごめんなさい、今子供お風呂入れてるからまたにしてもらっていいですかって。あ、わかりました、すいません、じゃあちょっとこのチラシだけ入れさせてくださいって言って、確かね名刺にちょっと一言バーッと書いて入れたと思うんだけど、うん、それはそれで終わりで、その日のね夜もね帰って、今日も飛び込み営業してつらかったなって、大変だけど家建てる人だって出会えるわけねえしと思って落ち込んで寝てたのも思い出しますよ。その翌日かなに、そのモデルハウスにその渡した名刺とチラシを持ってお客さんが来てくれたんですよ。翌日、うん、だ昨日千田さんという人が来てくれてと、俺入ってたんで、うん、っていうところからモデルハウスをご案内して行ったところ、はい、実は今家を考えててと、いろいろとね、いい土地とかどういう家を作ってるのか教えてもらっていいですかって。はい、でも新人だから、はい、はい、とは言ったものの何も知らない俺やっべえなみたいな、ちょっと全然わかんないし、はい、何話していいかわかんないって。でその時やっぱり若くて何も知らないで来て、なんかできるふりをしたかった自分はあの時いたんだけど、その時私は、ね、いやすいませんと、僕新人でもう全然まだ未熟なもんですから、未熟な僕にはすごい優秀な先輩がついてるので、その先輩とちょっと一緒にお話しに行っていいですかっていうふうに言ったんだよね。はいはい、まあそれが結果なんかすごい良かったみたいなんだけど、へえ。で改めて日時決めてご自宅の方に行ってね、いろいろ話をして受注任せるわと。へえ。でね、あ、じゃあすいません、初めてお申し込み書を記入いただいていいですかって出して、でペンをねバッと出したわけですよ。これからよろしくお願いします、いっぱい頑張りますって思って初受注だったんです。そんなことあるんですか？まあね、だからあの時ピンポン押してなかったらそんなことはなかっただろうし、すごい出会いというか、きっかけがどうなるかやっぱ分からない、うん、で飛び込み営業とか今の時代は特にやっぱり厳しいだろうし、チラシを見たから来るっていう方も少ないかもしれない、うん、だけども 0% ではないよね。
本当ですね、うん、数パーセントが 0. 何パーセントは多分あると思うというかね、辛いけど自分のその嫌な気持ちだけど仕事として頑張ろうとか、住宅を通じてお客様のために役に立ちたいとか、営業としても数字を上げたいとか、まあ、いろんなその自分の活力をね使いながら乗り越えて、その受注した家ができた時はね、やっぱ感動したね。いや嬉しいですね。もう今でも忘れない。当時のお子さんとかもう多分成人してるから。そんな前か。いやな、どうなってんのかなって、ね、なんか行きたい、ご挨拶に行きたい気持ちはあるけど、ね、なかなか行きにくいというかね、うん、でもちょっと行ってみようかなって最近思ってたと思う。いいですね。もしかしたらこの動画も見てくれてるかもしれないですね。そうだね、まあ見てくれてたらね、間違いなく、はい、山田さんと。山田さん運命の出会いですね。山田さん運命の出会いだったね。だってそれもうめんどくさいな、もう今日やめようって言って、うん、ピンポン押してない千田優さんがいたかもしれないですね。そうそうそう、もちろん多分営業マンだったらね、そういう葛藤は日々あるだろうから。でこの話最後にね、まあオチじゃないけど、はい、素敵だなと思うのが、まあ家ができました、お引き渡しをするね、鍵を渡してセレモニーやったと、そのご主人からですねプレゼントもあったんです。何だと思う？プレゼント、何のプレゼント、何でしょうね。お菓子詰め合わせとか、まだ一般的そう、はい、じゃなくてボールペンだと。今でも持ってる。でなんでそのお客様が私にボールペンをくれたかっていうと、申し込み紹介って書いてくださいってさっき話したよ、はい、その時に自分のボールペン出したで書いてもらった。で何も言われないの、はい、で家も立った。だからその引き渡しの時にボールペンを渡されて一言言われたのが、はい、じゃあさんと、家の申し込み契約の時にね、どこかでもらったボールペンみたいなのがあって契約とかはしちゃダメだよって怒られた。もうヒヤーっとねしたけれども、うん、もう当時なんか粗品かなんかでもらったボールペンを胸に入れてたもので、あの契約お願いしますって出したんですよ。多分お客さん的にはねうってなってたんだけど書いてくれて、で引き渡しの時に、まあ、自分のことを思ってね、このボールペンでちゃんとこれからお家を建てる人にはやってくださいという思いでくれたのよ。これめちゃくちゃいい話じゃないですか。やばくない？このね出会いがね、あそこでチラシを入れてポッピンポンしたという、はい、このピンポン一歩踏み出す勇気、もうピンポンその怖くてさ、いや押したくね、押してまた怒られるしね、断られるなって思うけど、あいけみたいな、もうそんな感じだよそうですよね皆さん、辛いですね飛び込みって。飛び込み営業やったことある人多分そういう、いや押したくないな、でもああじゃあいろいろなものをこう教わったんですね。いや本当にね、まあ、今動画もう長くなるから話すのやめるけど、本当にもうそれ以上のことをお世話になったね、うん、失敗もいっぱいしたし、はい、だけどそれをも含めて立てていただいたっていうのはね、本当に忘れられない思い出と、そこがきっかけで今に至ってるっていう、ね、感謝感謝でございます。まあでもこれが住宅営業のね醍醐味というか、やりがいだと思うんですよ。大きな金額、大きなものだからこそすごい大変なね、毎日苦労する仕事が多いんですけど、完成した時の喜びはお互いうまくいった時は本当にすごいいいものなので、だからこの仕事してるのかなってね思います。はい、ということで今日はこんな感じでいいですか。はい、最高ですね。はい、まあ、ただちょっと話してるだけの YouTube 動画ですけれども、私自身そういう経験をきっかけがあって今の仕事をしている、そしてそういう人に育てていただいたということですね、まあ、それを変わらず住宅通じて今いろいろお客様のためにということで頑張っているフェザーホームの千田でございました。今日の動画良かったと思う方はぜひグッドボタン、チャンネル登録もまあしなくてもいいんですけどね、おしゃれだったらしておいてくださいということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ではまた。